はい、こんにちは。モテキです。はい、こんにちは。田代です。はい、第2回目。ソルフェージュだよ。全員集合です。うん。で、やっていきましょう。はい。前回はエクササイズ1をやったんで、今日はエクササイズ2ですね。楽しみですね。本当かよ。うん。じゃあね、前回は棒、縦の棒とこういうのでやったけど、その1個を四分音符、縦の棒1個を四分音符と考えて、ちょっと明るい。俺の顔が光ってる。うん。縦の棒を四分音符と考えて、なんか上にこうやって線引いたじゃないですか。うんだけど、これからは上にも音符を書きます。だから縦の棒が四分音符で、長い音を歌うときは四分音符4つ分歌うときは全音符書くと、全音符が書かれていると。だからこれ、ここに説明あるんだよ。全音符1個あったら4つ分ですよっていう。まあ四分音符4つ分じゃん。二分音符1個あったら、ここほら、この四分音符2つですよっていう、その長さですよって言ってるわけで、これ1本じゃん、四分音符。ということで、エクササイズ2いきましょう。スイング&タップ、うん、タップはまた前回みたいに、まあ本当だったら右と左両方でやった方がいいけど、うん、まあ今回は動画が長くなっちゃうんで、まあ右か左どっちか、苦手な方とか好きな方をやって、交互に変えながら、交互に変えながらっていうか、まあ、問題によっては右と左変えながら。うん。じゃあこうちゃん A やってください。うん。また自分でも PDF 開いた方がいいよ。開いてない。おう、開いてる。ま、開いてないな。ちょっと待って、 PDF な。じゃあ俺その前にその間にやっていくか。そうだね、お願いします。いくぜ。あ、ごめん、ちょっと間違えた。いいか。はい、いきます。でもコーダが見てないと意味ないか。あ、そっか、ちょっと待ってな。よし、開いた。今左手でタップした俺は。おう、行くぜ。じゃあ右手で今度タップしよう。ちょっとね、ちょっとチェックする。エクササイズ2だよ。4ページ目。うん。チェックしてね。いいよ。かっこええ、かっこええ、見てる。うん。はい。OK。 はい、じゃあコータ B やってくれ。では、はい、OK。 はい、C いきます。左手でいきます。危なかった、なんか。まあいいや。じゃあ、こうちゃん、D。D かな？はい。聞こえてんのかな。なんかううって二分音符もううって言ってるように聞こえちゃうね。そう、叩いてるとき、二回叩くときに言ってるか言ってないかわかんないけど、本当だったら口はううって伸ばしなきゃいけないんだよね、綺麗に。うー、あれをな、あれかな、
幻覚で聞こえちゃうのかな、うーって言ってるように。いや、ちょっと力入ってるな。うん、ちょっと力が入ってる。うーってなんか無意識にさ、うーって言っちゃいそうだよね、うんうん、手が動いてるから、うん、アクセントつけちゃいそうだよね。もう一回やってみるか、その裏で、二分音符の 裏で、うんうん、いや、あ、じゃあ俺やるわ。うんうん、 D、 いいね、あれ、うん、D、 うんうん、じゃあいいよ、いいよ、こうちゃんやって俺やるわ。うん、はい、うあ、ミスター。あ、いいよ、もう一回、もう一回、もう一回。なんか、あ、まあ、なんかスタッカート入ってない？最初のスタッカートって感じだよね。それともあれか、やっぱ四分音符だからスタッカートじゃなかった。あ、でも、いや、ごめん、スタッカートに聞こえるだけだね。四分音符だから短いんだね。そうそうそう、短いんだよ。難しいね、これ、うん、はい、いきます。じゃあディクテーションいきますか。じゃあちょっとあのコーダーをこっちにするわ。でフィナーレで今日のディクテーションはあのディクテーション2っていうところですね。まあまたそのこの教科書の後ろの方にある、うん、まあこの教科書か PDF の後ろの方にある第2部のディクテーション課題を僕がフィナーレに打ったんで。うん、で、今回、コートあれだよ、あの、うん、10本、今回は10本、10本、あれ、うん、どうだっけ、ちょっと待って、俺、答え見ちゃうわ。うん、10本だっけな、下に音符、あ、そうだ、な、前みたい、前8本だったじゃん、前は8本だったじゃん、うん、それが10本、10本、10本縦棒を書いてください、うん、A からC, D, E, F, G, H。 あ、ごめん、ちょっと待って、消してなかった。 H まで、 H まで、 すいませんね、これ皆さん、まあこれ 見ないでください。おい、コウタ見るな、これは見ちゃダメだ、うん、はい、皆さんも見ちゃダメです、この画面は。この画面見ちゃダメ、答えなんで。どうだっけ、1234123GHH んよし、あれ、コードどこ行った。よし、 D を10本引いた。よし、あ、ごめん、ごめん、ちょっと待ってね。で、うん、前みたいに最初に4回は鳴るんで、空で、予備ね、うん、うんうん、で、それ以外のところの10本の縦棒の上に音符を書きます、うん、だからこの今やった問題みたいな感じ、今、俺ら歌ったじゃん、うん、それと同じ書き方で、表記の仕方で、うん、書きますと、音符を。意味わかる？あ、だからこのさっきの今さ、今までさ、俺らがやったのはさ、下はさ、うん、四分音符だったじゃん、
表記が。PDF 見てみて。下は、うん。だけど、それは縦線だよ。上は、同じように二分音符とか、全音符とか、四分音符で書き取りすると。休符はありなし。休符なしなし。これ、これもないじゃん。うん。今まで俺らが歌ったのもないじゃん。エクササイズ2も。ないから、それと全く一緒で。こんな感じね。はい。いいよ。休符はまだ書かないでいい。休符の勉強はエクササイズ3からだから。うん、3からね。はい。まだ休符は知りません、僕ら。知らないことになってます。そうか。休符というものを僕らは知らないよ。ちょっと待ってね。E、F、G。うん。え？何番？ H まで。H か。うん。H までね。ちょっとごめんね。よし。じゃあやるか。うん。空の4回気をつけてね。おい。よし、じゃあ、行きます。じゃあ、皆さんも準備はよろしいでしょうか。じゃあ、行きますよ。はい。じゃあ、カッコ A 番。行きます、うん。あ、ごめん。難しいな。もう一回いいですか。はい。いきますよ。じゃあ B いきますよ。はい。あ、ごめん。OK。もう一回。もう一回。うん。はい。いきますよ。うん。これさ、スカイプでさ、どんぐらいクリアに聞こえてんのかな。支障がやっぱりモノラルだよ。モノラルだよね、うん。聞き取りにくい。そんなことはない。いや、そんなことないな。大丈夫。ああ。たまにね、ブニュってなるね。ラグみたいな。ノイズが入る。ああ、そうそうそう、ノイズが入るんだな。じゃあ難しいね。ずっとラグってなってるじゃん。俺はもうすごいクリアだよ。だうん。ああ。普通にフィナーレの音だから。うんうん。やっぱその辺が。でもまあ、リズムが狂うぐらいのラグとかはない。ないないない。それはない。でもあれだね、ぐにゅってなられたらさ、全音符の間に途中でぐにゅってなられたら、うん、もう全音符と聞こえないかもね。その可能性あるね。まあその辺は、こうちゃんの不利なところってことで。まあ気合い入れていこうぜ。まああまりにも潮が出たら文句言ってくれ。うん、スカイプに、切れてくれ。スカイプにね。スカイプってステレオ化しねえのかな。なんでモノラルのままの。いや、てかまあどれもそうか。メッセージソフトって電話だって、電話だってモノラルだもんね。そうだね。ステレオの電話ってあんの。
まあ、まあ普通に携帯電話って 片耳しか使わないからステレオの必要ないじゃん、うん、うんうん俺まあいいかこんな話。いや俺携帯持ってないから今の時代はステレオなのかモノラルなのか知らないんだけど、通話ってステレオじゃないよね、モノラルだよね。もう携帯使ってねえしな。そっか、両方携帯持ってる、使わないってことで。でもネットのね、メッセージソフトぐらいステレオ化してほしいよね。な、そうだよな、うん、まあ、そのうちするでしょう。そのうち時代がより発展すれば、技術が、まあ、みんな光にすればいいんだね。光にしたってモノラルソフトがステレオ化し、ステレオに対応してくれなきゃダメでしょ、ステレオ通話に、うん、はい、しいきます、いくぜ、えいよ有利だね。だって俺覚えちゃうもん、あのその課題作るときに、うんうんうん、映すときに、ヒンデミットの課題を映すときに。だからあんま意味ねえっていうか、まあでもまあ意味あるか、実際今はこうやって隠してんだからね、音符を、うんうん、確認みたいな感じで。今の今回の C は大丈夫、一回で大丈夫、オッケーオッケー、はい、D D いきますよ。あ、今 C までだよね。はい、 D、 はい、いきますよ。もう一回お願いします。はい。いきますよ。オッケーだったらオッケーっつって、うん、いい、いきますよ、はい、ちょっと確認でもう一回聞きたいです。はい。うん。オッケー。オッケー。F いきますよ。うん。2発目が怪しいな、切りやがった、もう一回お願いします、うん、スカイプにやられた、やられたな、スカイプズが俺の回線っていう感じかもね、俺の最遅 ADSL だよ、 12M12 メガだよ、ほらっていうか、でもよくこうやって画面共有できてるね、画面共有はできてるでしょ、これ動いてる、動いてます、まあね、昼、うん、平日の真っ昼間だしね、ほんと光欲しいよ、光欲しいけどさ、高いんだもん、
なんか ADSL でなんとかなるんだもん。YouTube が、うん、ほら、HD 動画 1080p とかあるじゃん。うんうん、あれが、見れなくなったら変えようとは思ってんだよ。ほら、あの。あ、はいはいはい。1080p の動画。うん、でも見れるんだよ、今のところ。下りは。うんうんうん、下りは結構パワフルだから。それが見れないほど時代遅れになっ、もう、時代遅れっていうか、うん、ね。そうしたらもう、時代遅れのようなもんじゃん。YouTube、うん、YouTube の一番普通の動、いい画質で見れないってなったら。それはかなり支障をきたすから、そしたら ADSL、ちょっと早いやつか、光か、しようかなと思うけど、うんうん、今なんとかなっちゃうんだよね。まあね、画質が良くなることを祈ろう。いや、画質、うん、まあいいや。はい。じゃあもう一回やるか、F。え、F 大丈夫？あ、もう一回お願いします。もう一回。うん、俺もちょっと怪しかった。確認したい、うんうん。はい。いきますよ。はい。うん、え、まだ危ない。いや、OKOK。 はい、 G いきますよ。あ、ちょっと待って、ごめん、ちょっと待って。あ、マザー、うん、ファザーだったよ。ああいうの貼っとけば、あの、作れば現在収録中っていう、あの、ドアにさそうだな、あの、看板、掛け看板、現在収録中で入るべからず。うん、あれ今度作っとけよ。はい、じゃあ G、 何番だっけ。あ、 G だね。うん、はい。これなんだかんだ言ってやっぱり20分とかいっちゃうんだな、さらさら今としても。15分、まあ20分ぐらいで終わらしたいっていうのはあるんだけどね。はい、うん、じゃあ G いくよ。はい。最初の4回は、あ、まあいいや。もう1回確認でお願いします。最初の4回ってやっぱりさ、同じ音よりも、チンチンチンみたいな、違う音の方が分かりやすいっちゃ分かりやすいんだろうね。そうかもね。ずっと一緒だからさ。って言ってももうそれね、ちょっとめんどいわ。めんどい。うん、あの、音変えんのが、まあちょっとめんどいな、作るとき。まあ同じ4つでもね、同じ音でもちゃんと認識できなきゃダメだよね。そうだな。うん。そこで、文句を言っちゃいけないでしょう、じゃあ。もう一回。もう一回 G、もう一回 G 行くよ。はい。はい、行きますよ。はい。オッケー。じゃあ最後 H いきます。やっべ、これ。いや、分かったけどやっぱ切れちゃうね。もう一回聞くわ。君ももう一回聞く？うん、もう一回お願いします。ちょっと待って、一応候補としてこれを言います。うん。うん。レイ。
いや、俺さ、もう一回聞かして。うん。はい。はい。答え合わせ。はい。これ今思ったんだけどさ、うん。普天三、普天二分音符とかってないね。つまり三、三拍分、三、うん、個分、縦棒三個分ってまだないんだね。まだないっていうか、まあ、ないのが当たり前なのか。ヒンデミットも説明してないもんね。うんうん。その最初のこのさ、これでホールノートとハーフノートとクワタノートだけありますって一応言ってんじゃない？うんうん。まだだからほら。普天二分音符がないね。ないね。三つ分。まあ、そのうち出てくるんでしょう。うんうん。よし。はい。じゃあ答えはこれでした。ディクテーション2。はい。はい。え？ん？完全正解でした。私は。まあ当然だよね。自分で問題見てんだもんね。オーケー。あ、完全？オーケー。すげえじゃん。うん。まあ、すげえ、すげえって言ってもまだ最初だもんね。じゃあ、今日は終わるか。オーケー。あ、今日鍵盤なし。今日鍵盤ないよ、今日は。うん、次回エクササイズ3があるかもよ。あのちょっと待って、これエクササイズ3は確かプレイだったと思うんだよね。エクササイズ3、これ給付が入ってきてプレイだよ、ほら。今度、うんうんうん、こっち これはプレイだから、上がプレイかな。上がプレイ、下がタップ。で、恐ろしいのは、恐ろしいのはついに下がタップがリズミカルになってきます。こっからだよね。本当の難しさは。今までなんてずっと一定じゃん。なあ。ここってな、全然何倍もレベルが難しさがね増えるよね、うん、違うだけで。ここがなんてこった。ということでエクササイズさんをお楽しみに、うん、あれこ、あ、ごめん、こうだ、消してた。ごめんごめん、うん、お楽しみに。楽しみに。バイバイ。切るよ。うん。バイバイ。うん。